時時刻は午後7時になりましたここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当はエレクトリカルアイドルフェアリーテイルズの葉月里奈と堀リ恵エとマナサナがリモート生放送でお届けします。はいということでえ今月6月からはフェアリーテイルズから私たち3人でお届けしていきまーす。 あのー、本当にラジオで申し訳ないし伝わらないと思うんですけど <laughs>、はい、あのズームでつないで今喋ってるんですけど、はいはい、もうだいぶカオスな今状態になっておりまして <laughs> ズームってねいろいろ最近背景まあ、さ背景透過の設定はだいぶ前からあるけどさうん、うん、アバターの設定とかができるようになっててさ。 今、あの、この私がね、見る限りの画面で映ってるのは。えっ、ー、と、サングラスのつけてるりのちゃんとサングラスつけてるまのと。<laughs> ええー、くになってる私と。パンダのディレクターさんなんですよね、完全に <laughs> カ。カオスなカオス。<laughs> すごいことやってるこいや。こんなズームで、ラジオ、しかも、伝わらないしね、このリスナーさんに。楽しくていいですよ。確かにうん、で。 本番30秒前にディレクターさんに、えー、緊張感持ってやってくださいって怒られてしまったので。って言ってやめない私たち。<laughs> というわけでまあ、改めて、はい、まあ私はあの4月以来なんですけどこの「サテライトフラッシュ」のレギュラーが。りの、うんはい、ちゃんとまのはね今回レギュラー決まって初めて、ね、サテライトフラッシュ担当ってことなのではいまあせっかくだからなんかちょっと。 改めて、個人の自己紹介をしてもらおうかなと思うんですけど。うんうん、はい。間のからお願いしようかな。はい。間のからですね。かしこまりました。うん、<laughs> はい。私は一応フェアリーペールズの新メンバーになるんですけど。<っ>以前いたチームで、一応このサテライトフラッシュビートランド八三<っ>。明数回出させていただいてて。めちゃくちゃ久々にこのラジオをまたやらせていただけるので。あうんうん、まあ、でも、前回結構。 もうちょっとできたなみたいな、もうちょっと喋ったなみたいな。反省してたんだ、ちゃんと。あ、そうなんですよ。でも、またね、こうして喋れる機会いただいて、ありがたいことに、また今日やらせていただくので。ちょっとね、挽回を、この今月でしていきたいなと思っております。めちゃめちゃ。サングラスが、おもろすぎて。真面目に喋ってますけど。すげえ真面目。いいね。まあ、あのちゃんは、フェアリーテールズでいう、まあ。 キュルキュルルンイエローキュルルンイエローなのユルリーンですよキュルルン桃源郷が新曲じゃなくてキュルリーイエローの <laughs>、うん、まあなんかザアイドルみたいなポジションだけどあ,ありがとうございます、うん、ねまたでもその前いた私と一緒にいたグループからは進化してね、うん、こうやってフェアリーテールズでデビューしてるのはすごい感慨深いというかねはい本当ですか、はい、うん。<laughs> これからもちょっと注目してもらいたいメンバーで自分もだけどな <laughs> 自分も含めなんそうですね。じゃありのちゃん。はいうんこのラジオラジオ自体私そんなにやったことはないので初めてではないそうほなんか前に「フェアリテイルズで」であの出演したことが1回だけあるんですけどあ<ー>ほぼ初めてです。もう 二回かな、二回二回二回ぐらいあるんですけど、三回目ぐらいなので、はいまだ全然少子者なんですけど、少子、はい少子もの、はいえっと色は白って言ってるんですけど、本当はパールホワイトの百七十センチのハーフのハズキリノです。うんはいハーフってのがいいよねなんかさ、でも何も要素ないですよ私別にな何かできるわけでもないし、えでもさなんか英語喋れないって言うじゃんね 喋れない。え、ちなみに、あれだよね、ペルーだよね、ペルーと。そう、ペルーと日本のは。だけど、なんか英語を言えないっていわ割に、発音とか、めっちゃ上手だよね。なんか。ええ、そうですか。うん。そうなんだ。って思ったんだよね。うん、やっぱ、そういうのあるのかな。でも、なんか、洋楽とか、洋画をよく聞いたり、見たりするのがあるかもしれない。ね。そういう家庭環境にいると、多分、やっぱり。あ、触れる機会も。 すごいなまあなんかそれだもうこのオープニングだけでキャラが濃すぎてなんかちょっと <laughs> 触れるところがあれですけどまあ,あの、うん、私改めてホリリエはあの先ほどの12時から16時の「正葛834」木曜日にも、えー、出演させていただいておりましてうん、うん、毎週木曜日ね、はいえー、そちらのお昼から夕方にかけての番組にも出演しております、えー、グループでは「ドラゴングリーン」で。 担当させてもらってます。ホリリエです。よろしくお願いします。お願いします。まあさっきもちょいちょい話題には出てたけど、まのがさあの新メンバーとして加入して、もうことで一ヶ月なんだよね。もう一ヶ月。そうですね。もう本当にまだ一ヶ月数日でぎまだ一ヶ月弱ぐらいです。おーマジか。そうなんです。入りたてでねなんか全全然そんな感じしないよね。うん。やった。やった。 <laughs> あの, <laughs> あの私たち、あの <laughs> ズーム上子会してるわけじゃないですけどでも、<laughs> 結構メンバーみんなこう、うん、気軽にフランクに喋りかけてくれたりとかしてくれるので、うん、なんか結構、すぐなじめたなみたいな感じは。うんうん <laughs> もうすでにある気はします。確かにね。なんかさ、あの前のグループはさ、アイドル教室は上下関係がすごかったじゃんね。先輩そうですね。いい意味でもしっかりしてたので。そうでフェアリテルズは芸歴なんだよね。リノちゃん。芸歴ですね。大体そう。 ちゃんが入ってきたらもうりえちゃんがドーンって上になったんですけどそこまで長い人がいなかったっていうのもあるしうーたん若干上ぐらいだったんであれなんですけどそんなバチバチな感じじゃなくてどっちかっていうと仲良くフランクに喋って絆を深める。 っていうのが強いグループなので確かにね敬語絶対敬語とかないもんねんないない<ー>ねなんかうちらの時はね前の時は絶対敬語っていうもう決まりがあったけどうんだからまのもだからかそうため口でね、はい、自然とまあ私には敬語のままですけどさすがにはいもちろんですよ <laughs> <laughs> なんかフランクに馴染んでったよね自然とね そうですね。<ー>うん。ね、うん、<で>っていうのもあって、いや、今日のね、はい、メッセージテーマが珍しくまるまるなんですけど。うん,うん。はい。なんかさ、その最初このメッセージテーマ決める時ぐらい。決めた時ぐらいは。まだなんか、まのが加入する、うん、多分、前とか直前とかで。うん。なんか、新面だよなって思って、この三人が、リノちゃんと。なるが。新面だなと思って。 珍しく、このメンバーでお届けしてきますって意味で珍しくまるまるっていう。テーマにしたんだけど、はい、うん、意外とこの一ヶ月経って、意外とこの三人喋るよね。うん、いや、ね、そうなんですよ。仲良くなっちゃいましたね。そう、だから、意外となっちゃっ。珍しい感じがしなくなっちゃったっていうこの一ヶ月で。うん、<laughs> うん、確かに、確かに。まあ、でも、今日はまあ、珍しくまるまるっていうテーマなので、皆さんの珍しく体験したことや、はい。 えー、やったねこととか経験したことぜひ教えてもらえたら嬉しいなと思います、うんうん、はい。改めてメッセージの方ねどちらで送ったらいいのかまるちゃんお願いしますはい先ほどもねちょっと話題になってたんですけど今日のメッセージテーマは珍しく〇〇ですメールはメディアセス f ムのホームページにあるメッセージ <laughs> メッセージボタンからまたメディアセス f ム専用アプリからもお送りいただきます アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞはいそれではここで一曲お聴きいただきましょういはいこちらの曲はですね<い>りのちゃんが踊るのが大好きと <laughs> <laughs> ずっと言ってる,言ってる、ね、そんな一曲をお届けしたいと思います、はい、フェアリーテイルズでイダリカです 時刻は午後七時十分です。愛知県東海市にあるメディアセーフ M からお届けするビートランド八三四サテライトフラッシュ毎週木曜日の担当はエレクトリカルアイドルフェアリーテイルズの風樹奈々オリリーとあの佐奈が七時半までリモート生放送でお届けします。イエイはいさてイイここからは皆様から送られてきたメッセージをご紹介していきたいと思います。はい今日のメッセージテーマは珍しくまるまるです。 <え>それではご紹介していきたいと思いますはいはい、ラジオネーム平地さんはずきさん<お>ホリーさんまにゃちゃんこんばんはあの時助けてもらったオタクです<は>さて珍しくまるまるということでしたが <laughs>、うん、今日の3人はフェでも背の高い順ですよね特にはずきさんは最初モデルさんなのかなと思いましたということで<は>ラジオにメッセージを送るとか、うん、ましてや名古屋拠点のアイドルさんになどと珍しく なんてか読むんだ、これ。筆を、筆を取りました。取りましたとさ。取りましたさ。あなたがよろしいようで、まあまあきついですが、7月の東京遠征は必ず駆けつけますといただいております。嬉しいですね。ありがとう嬉しいです。ありがとうございまありがとうございま高い順ですよね。結構。そうですね。助けられてる入ってきてくれて。なるほど。確かに。ちっちゃい子が。 多いますから、そう多くて、しかも厚ズのコを履くから、人だと頭が飛び出ちゃうんですよね。おおおお。なるほど。そう。キースト大歓迎。ね、フェアリーテールの振りでさ、しゃがむ振りとかある時でさ、うん。リュノちゃん人一番頑張ってるもんね。いやそうですよね。うん。合わせないといけないから、高さとかね、長いや目立っちゃうから。うん。折ってるいいことだよ。 いいことだよね。目立ち。ええー、悪目立ちしちゃうからね。うそういうふりとかだったらさ。うんうんうん、いや、そうそうそう。でも、やっぱライブとか見てても自然と目行くじゃんね。あまあ、遠くから見ても見つけやすいっていうのは、あの。メリットですよ。なに、<laughs> そのかかしみたいなさ。<laughs> <laughs> <laughs> そんな用途ではないだろうけどさ。まあ、うん、でも、スタイル、だ、それでさ、しかも足もさ、長いしさ。うん、長い。うん ずるいよね、いろいろいいとこ持って。ずるい。さあ、ありがとうございます。ちょっと。テクテクがありすぎる。ね、ね、ちょっと分けてあげたいですね。うん、星があればください、ください。いただけるならいただきたいもんですよ。このね、あの平地さんもあのラジオでメッセージいただいた平地さんも言ってますけど、この前あれですよね。私たちそれこそ東京にライブハウスができて、そうなんですよ。またね、定期的に多分行くことが。 ありそうな感じですよね。そう、今月末ね、また行くし。ありますね。うん。三日間ぐらい東京行っちゃいますよ。うん。うん。でもね、今までの拠点は名古屋と大阪だったけどね。東京にもできたってことは、東京も頻繁に行くようになるから。ね、いろんな方と触れ合う機会が増えて、ね。フェアリーテェイルズを知ってもらうのには、絶好のチャンスなのでね。絶好のチャンス。 気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいですね。<laughs> うん、で、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあまた次のメッセージ読んでいきたいと思います。はい。はい、ラジオネーム、マコトさん、フェアリーテイルズの皆様、<お>こんばんは。今週のテーマは、珍しくですが、まあ、私は金沢に住んでいて、普通は月に一度、フェアリーテイルズの皆さんに会いに名古屋に行ければいい方なのですが、この前、珍しく名古屋で。 会議と講習が重なり、周りから名古屋に住んでいるのではと勘違いされるぐらい皆様にお会いできてめちゃくちゃ嬉しかったです。今度お会いできるのはゼップ名古屋ワンマンライブかなと思っています。最高のライブを楽しみにしていますといただいております。えー、ありがとうございます。あ<ー>楽しいですね。うん、<う>遠くから通ってくれてね、いやなんかうん、うん、さ,さらっといつもいるからさ、そう,うん、うん、私名古屋の人だと思ってたよ。 おお、そうだよねそうだったよね。うそう初めてうそ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 もとうそ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 てそうそうそうでそこそ時は名古屋で仕事をしてたんだよね。うんうそうそら金沢に移動しちゃったからそう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 ううう まあでもともとね金沢が地元っていうことでなんかいつもいろんな写真とか送 <laughs> ってくれたりとかするのもすごい嬉しいしね、うん、お土産とかもたまにくれるんで、えー、優しいと, <laughs> とは嬉しいなんか金箔が有名ないんだっけ金沢ねそうなんですかそうそうでなんかそのハンドクリームとかいつもくれる、えー、そう,そうありがと結構使うからね そうハンドクリーム、そうハンドハンドあのハンドハヌーハンド、パーソしちゃうから、パーソしちゃうから、そう嬉しいありがたいです。でももうこれ以上大丈夫です。あの今もうストックめっちゃあるんでハンドクリーム、あのあるあるですけどプレゼントとハンドクリームめっちゃ今あるんで、今んところ大丈夫。ありがとうじゃあお待ちしております。いるんかい。はいということで次のメッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネームアポロガイストさん。 の皆様<い>こんばん,にゃこんばんにゃにゃ今回のテーマで思いつくのは仕事で春日井市に行った時に見つけたサボテン水です。 これはサボテンの生産量<ー>えっと全国1位サボテンの町、うん、春日井市で作られたサボテンエキス入りの炭酸水です<ー> JR 春日井駅の前の春日井サボテンと書かれたサボテン色の自販機で購入できます他にも春日井市にはサボテンを使った珍しいスイーツなどもあるそうなのでちょっと興味がありますということで え気になる気にね。めっちゃ気になるなと思って、私その時ちょうど、あのこのアポロさんからメッセージいただいてデータ読んでて、ちょうどあのさっきの昇華八三四が終わって駅家に帰るのに移動してた時だったんだよね。改札出たらたまたまフリーペーパーに。 表紙が春日井サボテンって書いてあるフリーペーパー。見つけて。そう。すごい。そうそうそう。でね、せっかくなら持って帰ろうと思ってね。持って帰ってきたんですけど。でで、その炭酸のドリンク。とかも載ってて。え。え。う、すごいページ数サボテン紹介されてたから。ええ。ちょっと気になりますよね。でも。栄養がね、あるみたいで。さっき調べたんだけど。 ミネラルビタミン食物繊維が豊富で栄養が豊富なんだってでカルシウムが特に多いみたいでやばい<う>へ<ー>熱を通すと<い>あのカルシウムがなくなっちゃうから生でスムージーにしたりサラダにしたりスープ冷製スープにしたりして食べるのがおすすめですみたいな。はい えなんかどんな味なんですかねサボテンって食べたことないよさすがに私でもなんか私あるよ食べあるのえすごいなんか不思議な味だったえなんかイメージはキュウリみたいな味なのかなみたいなあねキュウリとかアロアロエとかかなみたいななんかでもそっち系っちゃそっち系だけどなんか癖が割とあるからなんか苦手な人は苦手な味な感じがするかもうん。 なんかでもあったまってるピラフ食べたくちゃうとピラフですサボテンピラフそうそうそう入っててそれ食べたんですよだからスムージーとかじゃないからまたちょっと味が違うのかなわかんないけどどうなんだろうねでもジェップとかあるからねその前とかに飲みたい炭酸水炭酸水を栄養が取れそうじゃないかにねなんフリーーーペパのの一番後ろ方 その春日井のサボテン使った料理みたいなの紹介されてて。サボテンカレーセットって言って。なんか、なん、なんと。サボテン入りのチキンカレーの写真とか。美味しそう。え気になる。なんか、そこまで言ったら、逆に食べやすそうだね、なんかね。ああ、確かに。ね。なんか、ちょっと食べてみたいなって思っちゃいましたね、アポロさん。いきましょう。ぜひ。祈りますね。うん。 ありがとうございますまはい、じゃあ次で最後ですかね、ちょっとメッセージ読ませていただこうと思います。はい、ラジオネーム、ともひろさん。<い>こんばんは、<い>静岡県のともひろです。珍しくメッセージを送ります。はじ<お>めまして、愛知県に4年間住んでいました。<お>最近も時々サンシャイン境に行っています。ありがとう。珍しくフェスでフェアリーテイルズを見,見ようと思っています。暑いから皆さん体調注意してねと。 はいいメッセージをたただきましちょうど昨日も私たち「サンシャイン栄」でライブしましたよね。うんうん、ねうん、うん、しました。えフェフェスってことは今週の日曜日のミストフェスに来てくれるんですかね、うん、そういうことかな多分。ね、うん。何、うん、かふだ、うんはいはい、そう静岡にこのともひろくんが住んでるんでん最近。 そうフェアリーテイルズあのトークポートやるじゃないですか。やるね。はいはいあれとかで結構話すことが多いんですけど、そうあのサンシャインに時々顔出してくれて。え嬉しい。多分本当にフェスとかはあんまり全然来るような感じではないので、レアじゃん。そうレじゃん。そうレア。頑張ってあそれこそ珍しくってことです。そうそう本当に珍しいなと思います。だから嬉しい。嬉しいですね。うん。 やっぱライブうん、うん、結構台湾イベントが週末は多かったりするからん,なんかまだアイドル好きじゃないっていう人からしたら結構ハードル高いけどそうだ、ね、て来てくれるのは嬉しいからね私たちとしては応援しに来てくれるよう、ね、楽しんできてくれて一緒にだからやっぱ雰囲気もサンシャインさんがやったらまた違うと思うし、うんね、正面もねまた違うしで楽しんでもらえるように私たちも頑張るんで<然>ぜひお待ちしてます。はい うん、お待ちしておりますありがとうん、ありがとう。ではではメッセージ、うん、一旦こんな感じですかね、うん、はいそうですねたくさんメッセージありがとうございましたありがとうございますはいそれではここで一曲お聞きしましょうフェアリーテイルズで約束です 愛知県東海市にあるメディアス f ムから生放送でお届けしていますビートアランド八三四サテライトフラッシュ毎週木曜日の担当はエレクトリカルアイドルフェアリーテイルズのはじきりのと森リ,リエと あの佐々川リモート生放送でお届けしていきましたがお別れのお時間となってしまいましたが少しだけまだね時間があるのでちょっとメッセージたくさんいただいてるので最後に一通だけ読ませていただきたいと思います。はい、ラジオネームたかちゃんカッコ三時さんですね。ありがとう。えとさんポリマニオタンこんばんは自分珍しく最近はおたかつしてません。 なので、うん、そろそろジュルディンエロに会いに行こうと思いますとメッセージをいただいております。ありがとう。ありがとう。とう<え>ちょっとちょっと早く会いに来てほしいですよ。私まだなんかこの葉月さん、ホリー、マニョタンっていうのに、ね、リノちゃんに対しての距離感がそうだよね。ちょっとおかしいなと思ったんで。<laughs> <laughs> ぜひちょっともうちょっとたくさん知ってほしいですよねフェアリーテールズのことお願いしたい会いに行くといえばですけどフェアリーテールズはえ6月24日の月曜日にえゼップ名古屋にてワンマンライブをさせていただきますこちら6周年記念のワンマンライブということでねとってもとっても力をえ入れて挑むライブになっておりますのでぜひ皆さん遊びに来てくださいよろしくお願いしますお願いしますお願いします はい。ということでね、今日もたくさんのメッセージをいただいたんですが、ちょっと時間の都合上で読めなかったメッセージもあるので、うん、お名前だけね、読ませていただきたいと思います。はい。はい、ラジオネーム、なんか洋一さん、ぽちゃこさん、さーちゃん5歳さん。うん。そして、すいません、どこか。あった、すいません。502コウさん。 めぐみさんからもメッセージいただいておりますちゃんとねちょっとメッセージはまたあのー、ちょっとラジオの中では読めなかったんですけども、うん、後ほど私たちもちゃんと読ませていただきますまたぜひ来週もラジオメッセージ送ってくれると嬉しいですお待ちしてますお願いしますありがとうございますそれではここで来週のメッセージテーマ発表したいと思います来週のメッセージテーマはキュンですですキュンというわけで,です こちらですねまあみんなのキュンってした恋愛トークだったりまあ、それだけじゃなくても全然いいんですけど、えー、気軽にこう胸がときめったようなエピソード、うん、メッセージに送っていただけたら嬉しいなと思います、えー、はい。まメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンからまたメディアス FM の1000アプリからも送りいただけますアプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞはいそしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます メディア FMYouTube で検索してぜひチェックしてください。はいありがと,うございますということで、えー、初回放送、えー「リノーホリーマノ」でお届けさせていただきましたが。はい はい、はい、また来週もさらに私たちのことを知ってもらえたら嬉しいなと思いますのでそうですね、はい、キュンですからねきゅんです聞いていただけたら嬉しいなと思います、はい、それではこの後は再び田中大輔さんのビートアランド834でお楽しみください、はい、では来週のこの時間にまたお会いしましょうここまでのお相手はフェアリーテイルズの,はじきりのとオリ,リエとノサナでした最後はこの曲でお別れですフェアリーテイルズライブの定番曲「あのね」 また来週バイバ,イバイバーイバイバイ <laughs>